すみ、まだ来てないよね。そんな。ここにはフェルト村があったはずなのに。高熱で蒸発したようだな。おそらくは傭兵団で噂になっていた天の聖杯の仕業だ。一体何の目的で。ラウラ、擦り傷だ。やるぞ。Bon, c'est un peu tôt là, non ? Ah non, c'est qu'une gargouille, je crois que c'était Malus. Putain, j'ai des répètes fioles aussi.Ça fait mal ça en fait. Allez, encore deux coups là pour lui lâcher un méchant combo. Ah oui, il a le symbole de la Aegis sur le torse. Oh, ça c'est Mitra ça.メツのデバイスが残っているようだね。メツ、おや、君は。イーラの国章。君はシンだろう。いやー、なんたる偶然。助けた相手がまさかイーラの秘宝とそのドライバーだったとは。若いね。コアが盗まれたのは17年前だとすると、君はまだ子供だったことになるけど。私たちを捕らえる、それとも殺す、どうしようかな。一度助けちゃったからな。あら、お優しいのね。ラウラ、それ以上の問答は無用だ。面白いじゃない。おら、je crois que ça va être pour ma tronche là.
Je sais pas si je dois buter Mitra ou le pilote. Ça c'est juste impossible normalement. Mitra c'est un peu une Aegis. すごいぞ、君。いや、君たちは。え？最後の技なんてとてつもない威力だったね。驚きだよ。ええ、そう。それは何より。そうか、武器の渡し合いか。目から鱗だよ。一体どうやって今の戦法を編み出したんだい？それは…お金がなかったから…あ？私の武器を買うお金がなかったから、それで仕方なく…こいつはいい。いいよ君、最高だ。いや嬉しいよポカ。は？大好きだぞ僕は。君たちが。はあ？アーデル様！見ると。はあ、ご無事でよかった。アーデル様、お怪我は？アデルって…まさか、アデル・オールド？アレッタの領主、王位継承権4位の王子か。何よあんた、私がついてるってのに、この人が危ないとでも思ったの？またバカの一つ覚えみたいにデバイスを使ってたろ。だから心配なんじゃないか。見ると、そちらの方は。あ、かすみさん。モンスターに襲われそうになった僕を助けてくれたんです。そうか、それはお礼を言わないとな。かすみ、あ、もしかして君の。ただいま戻りました、ラウラ様。Elles ont un peu la même tête, quoi. Soka, それでシント。大変だったんだな、君は。また始まった。温かいうちに食べな。
あ、ところで傭兵団に席を置いているのはなぜ？縛られたくないの。何者にも縛られず、自分が信じたこと、信じた人の手助けができる。どこも自分たちが生きるのに精一杯でしょ。嫌なんだ、そういうの。なるほど。それで世界が立ち行くなら世話ないわね。そんなに甘いものとは思えないけど。立場の違いだ。傭兵には傭兵の、為政者には為政者の立場と振る舞い方がある。無駄なものはない。あら、人間のことを持つんだ。珍しいブレイドね。俺にはお前の方が珍しく見えるが。そりゃそうでしょう。なんせこの私は思いやりに欠ける。は？そうそうお目にかかれるものじゃない、お前のようなブレイドには。シンのことダメだよね、やっぱり。この僕に君を切れと？それは僕が本国から受けた使命は天の聖杯、滅の討伐だ。宝を取り返すことじゃない。そもそも宝なんてどうだっていい。え？どうだろう、僕らにその力貸してもらえないだろうか。君たちの力は素晴らしい。さっきの戦い方とか学びたいこともある。あ、そうだな、旅先で僕は偶然秘宝を見つけ出し、それを適性ある君に託した。滅を打つために。どうだい、そんなストーリーは。それってふうな口を聞いて、なんかムカつくわ、あいつ。素直なのさ。素直？誰が？君が。私？彼はそう言ってるんだよ。コアに戻ればブレイドは記憶を失う。しかし人との歴史において少しずつだが、ブレイドの気質、いや感情と言ってもいい、それは変わってきている。より人に近く寄り添うように。しかし君はあえて距離を置こうとしている。何言ってるの、私は。僕は嫌いじゃないよ、君のそういうところ。ひょっとして怒ってる？滅の討伐のこと。いや、何があろうと君を守る、それだけだ。この世界の惨状、いずれ放置はできないしな。ただただ何？あまり無理はするなよ。うん、わかった。ねえ王子様。アデルでいいよ、なんだい？昨夜のあれだけど、もう少し待ってもらえる？何か予定でもあるのかな？ええ。
浦様はお母様の居所を探しておられるんです。でも傭兵としてのお仕事もありますし、ですから私が単独でお母様の所在を。なるほど。で、分かったのかい？はい、いろいろあったのですっかりご報告し損ねていました。ラウラ様、お母様は今トリゴ村というところに落ち着かれています。トリゴ村、グーラの辺境だね。あの辺りはスペルビアとシアの小競り合いも多い危険な場所だな。はい。よし、わかった。トリゴ村に行こう。え？だってあなたには使命が。お母さんのこと心配じゃないのかい？それはまあそうだけど。なら行こう。あなたりはまだ滅の侵略を受けていないってことは、その逆も考えられる。滅に会えるかもってわけ？そうさ。そんな都合よく。僕らは滅を探してトリゴ村に行く。君はお母さんを探してトリゴ村に行く。何ら不都合はない。母が見つかったらあなたの手助けをする？うん、そうしてくれると嬉しい。君の傭兵団には僕の部下を伝令として出そう。そうだ、お母さんオートに住んでもらうってのはどうだい？あそこなら安全だ。もの好きな王子様ね。付き合わされる方はたまったもんじゃないわ。お前なんか一緒に来なくてもいいんだぞ。おあいにく様、ドライバーとブレイドは一心同体なの。いっつも好き勝手に戦ってるくせに。物好きは否定できないけど、今はどこであの滅に出くわすかはわからないからね。僕たちが同行した方が安全だと思うよ。On a une sale gueule, lui. Matigai, né? À nos blade, to. À nos toki no gaki, j'en ai.敵ワンだ。ああ、やっぱり村ごと焼き払われてたぜ。おかげでいいコアクリスタルが拾えたよ。それと、もう一つ面白いもんを見つけたぜ。分かった。じゃあこっちは好きにさせてもらうぜ。また連絡する。何の因果か。俺が盗み出したイーラの秘宝がこの俺の元に帰ってくるとはな。C'est vraiment agréable d'avoir de la compagnie et ça rend les combats bien plus faciles. Avec moi, comment pourrait-il en être autrement? Les monstres n'ont qu'une chance. Il faut bien avouer que tes pouvoirs sont extraordinaires. Mais ce n'est pas ce que Laura voulait dire. Laura pense que les lames ne sont pas de simples outils pour les pilotes, mais leurs camarades, pas vrai Laura? Exactement. Quand je parlais de compagnie, je parlais de vous trois. Pilote ou lame, peu m'importe. Je suis juste contente de vous avoir auprès de moi. Ah bon, c'est original comme façon de penser. Tu trouves? Ne croyez-vous pas qu'il est temps de se mettre en route pour le port de Yanchik? Je crois qu'il nous suffit de suivre cette route et nous y serons.
Le vaisseau qui fait la navette entre Yanchik et Gormod, c'est bien ça? Oui, nous devrions nous dépêcher, même si rien n'indique que la liaison ait été interrompue. Putain, j'ai pris deux niveaux sur le... ou trois niveaux sur le... sur le... comment ça s'appelle? Bah les deux boss en fait. Maintenant Kaze a rejoint votre équipe, vous pouvez changer de lame. Lorsque votre équipe comporte deux lames, vous pouvez changer de lame à tout moment pour choisir laquelle va se tenir à vos côtés. Pour changer de lame à pied, notez son en combat, vous devez respecter un temps d'attente entre deux changements de lame. Évidemment. Alors... allez d'accord, il y a Jin et Hayes. Ah, je me gourre tout le temps de menu. On va mettre des trucs comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ouvrez les coffres au trésor, d'accord. Je pense qu'on va y arriver. Hein. Alors ça c'est supra important. Ça c'est pour virer les malus. この力で、みんなを。この力で、みんなを。日々の鍛錬の結果だ。 技が体に馴染んできたよ。まだやれる。自分でもそう思うんだ。熟練度が上がってきたかな。まだやれる。自分でもそう思うんだ。 Ouais, faut que je me rappelle comment on feinte les attaques, parce que ça j'ai complètement oublié. Ça marche, à plus tard Kidruz. Thank you.
よし、できることがまた増えた。よし、できることがまた増えた。Et ben voilà, tout ça s'est amélioré. Voyons un peu ce que ça donne sur un combat. Bon, déjà, c'est beaucoup plus dynamique, hein.C'est pas mal ça. Je sais pas si je pouvais déjà le jouer, Jin, mais en tout cas maintenant je peux. Je peux. Bref, messieurs, dames, ça va être la fin de ce petit live. Hop, on va repasser en mode normal. Bah, c'est la fin de ce petit live. Il sera découpé en plusieurs parties, histoire que les rediffusions soient plus sympathiques à regarder pour ceux qui ne sont pas là lors des lives. Le prochain épisode sera dans la semaine, dans tous les cas, peut-être pas demain, mais certainement mardi ou mercredi. Voilà, ça viendra au compte-gouttes le temps que je finisse Sekiro. Je le fais off-stream Sekiro en ce moment parce que je fais beaucoup de travail sur le dernier boss, donc voilà, ça va pas trop prendre de temps, mais ça n'inclura pas sur les streams. Bref, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne soirée. Bye bye!